アイドルグループ、乃木坂46の久保しおりが、ソナリティを務める、日本放送、乃木坂46、オールナイト日本、毎週木曜深1時、9月6日放送は、久保が夏休みを取るため休園となり、3期生、ヨダユウキ、4期生の田村信介、5期生の池田、明社が、演することが決定した。ヨダと、田村は、過去に番組に出演した経験があるが、 5期生の池田明は、今回が、オールナイトニッポンスタジオ初、縁。3期生、4期生、5期生が一人ずつ集まる貴重な木で、先日フィナーレを迎えた、乃木坂46真夏の全ツアー2023の話はもちろん、どんな話題が飛び出、のか。番組では3人への質問メールも募集してる。